今回のテーマはジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の感度はどれくらいすごい撮像モード編です他の望遠鏡と比較することによってジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の感度がどれくらい良くなるか見てみます面白かったら高評価チャンネル登録お願いしますさらにコメント欄に感想など書き込んでいただければ幸いですジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の装置と 観測方法をまとめるとこのような図になります横軸が波長で0.6ミクロンからおおよそ30ミクロンまでの光赤外線をカバーしますこれまでの NASA の基幹衛星であるハッブル宇宙望遠鏡やスピッツァー宇宙望遠鏡が観測してきた波長帯になります縦側にジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が持つ撮像と分光の2つのモードを示しています ハッブル宇宙望遠鏡やスピッツァー宇宙望遠鏡と違いコロナグラフや面分光多天体分光装置などのより複雑なカメラが搭載されていますこの装置自体が6 5メートルの望遠鏡と並び非常にユニークで素晴らしい成果が期待されますがここでは単純に感度がどれくらいすごいのかを比較するために単純な撮像モードを取り上げて同じ波長を観測している 望遠鏡と比較してみますジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で、撮像観測できるのは4つのうち3つの装置になります0.6から5ミクロンまでの可視光から、近赤外線は望遠鏡の鏡の破面センサーとしても機能している近赤外線撮像装置、ニアカムと高精度追尾センサーと同採されているニリスの2つがあります。高精度追尾センサー FGS については別の動画でも紹介しているので参考にしてください5ミクロンから30ミクロンまでは中間赤外線観測装置ミリで撮像観測できます観測できる視野はいずれも狭くなっていますミアカムはカメラモジュールが2つあるので最も広く観測でき 2.2×4.4 分角を同時に観測できます中間赤外線のミリは 同じ波長帯を観測できるもしくは観測していた代表的な装置を比較対象としてそれぞれこのように選んでいます可視光と近赤外線の比較としてハッブル宇宙望遠鏡と地上の大型望遠鏡ジェミニを選んでいますまた近赤外線を比較するためにソフィアを中間赤外線は スピッツァー宇宙望遠鏡を選んでいますそれぞれの望遠鏡の光景と英語名を括弧内に示しています地上のジェミニ望遠鏡が最も大きくて8メートルスピッツァー宇宙望遠鏡が最も小さくて1メートルもありませんジェミニ望遠鏡以外は別の動画でも紹介していますこの動画の概要欄にまとめていますのでこちらも参考にしてください順番に どのような望遠鏡と装置を持っているか、ざっと見てみましょう。まず、ハッブル宇宙望遠鏡の主要な装置を見てみましょう。衛星の中心くらいのところに2.4メートルの主鏡があり、ここで集めた光を0.3メートルの副鏡で、図の手前側にある観測装置の方向に集合させます。現在の主な観測装置は5個あり。 宇宙望遠鏡撮像分光器、宇宙起源分光器、装填観測要項性能カメラ、近赤外線カメラ、多天体分光器、格子屋カメラ3です。それぞれ波長や機能が異なり、観測したい天体や科学目標によってカメラを選ぶことになります。カメラの波長の違いはこのようになっており、ハッブル宇宙望遠鏡は、 ナノメートルの紫外線から2400ナノメートルの近赤外線を5つのカメラでカバーし主に可視光を観測し少し赤外線と紫外線を観測していますここでは主に幅広い波長帯をカバーするコーシアカメラ3と近赤外線カメラと比較します次にジェミニ望遠鏡ですハワイのマウナケア山頂とチリのセロパチョンに それぞれぞ1台の8 1メートルの望遠鏡が設置されています日本のスバル望遠鏡も同じ8メートル級と世界最大の望遠鏡の一つで同じ程度の感度を持っていますここではジェミニ望遠鏡が南北にあって全天を観測できるので地上の8メートル級の望遠鏡を代表してもらっていますジェミニ望遠鏡は可視光を観測する装置と近赤外 中間赤外線を観測する2つの装置がありカメラを変えることによって可視光から近赤外線の広い波長帯を観測することができます次にボーイング747の飛行機に2.7メートルの望遠鏡を搭載したソフィアです望遠鏡は水平尾翼の後ろ側にこのように取り付けられていますソフィアは高度14キロメートルまで上昇し 観測の妨げとなる大気の層よりも高度の高い成層圏で観測を行えるので地上で観測できない遠赤外線も観測できるようになりますカメラを変えることで近赤外線の1ミクロンから655ミクロンの遠赤外線まで観測することができますソフィアの観測で宇宙で最初にできた分子結合を発見しています別の動画で紹介しているので参考にしてください 最後に比較の中では最も小さい光景のスピッツァー宇宙望遠鏡です 85cm の光景の望遠鏡にカメラが3種類載っています3つのカメラによって近赤外線中間赤外線遠赤外線の幅広い波長帯を観測しました中間と遠赤外線を観測するためにヘリウムを使って望遠鏡をマイナス260度まで冷やして 望遠鏡自体からのノイズを減らしていましたこの図が感度の比較になります横軸が波長をミクロンで縦軸が感度を示しています右側に等級を書いています感度の計算は1万秒2.8時間ほど露出して観測した場合にどれくらい暗い星のような天候源がノイズの10倍の 確からしさで検出できるか示していますどれがどの望遠鏡のデータかわかりますか赤色がジェイムズウェッブ宇宙望遠鏡です青がハッブル宇宙望遠鏡緑がジェミニ望遠鏡水色がソフィアでピンクがスピッツァー宇宙望遠鏡ですジェイムズウェッブ宇宙望遠鏡の感度はどの波長帯でも最も良いことが見て取れますただし 驚いたことに青色の網掛けの可視光ではジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の感度はハッブル宇宙望遠鏡と同じくらいですこれはジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が近赤外線から中間赤外線をより効率よく観測するために近メッをしていることによりますただし地上のジェミニ望遠鏡よりは一桁ほどよい感度を示しています緑色ののけ部分の 近赤外線を見るとジェイムズウェブ宇宙望遠鏡の感度が際立ってきます特に1ミクロンあたりからはサンシールドを用いて冷却をしているのでハッブル宇宙望遠鏡を凌駕する感度を得られていますハッブル宇宙望遠鏡は冷却していないので1ミクロンよりも長くなるにつれて感度が急激に悪くなっていますまたピンクの網掛けの2ミクロンよりも長い近赤外線は 冷却に加えて地上からの観測では地球大気の吸収によって感度が非常に悪くなっていきます口径の大きなジェミニ望遠鏡の感度が3倍ほど小さい望遠鏡を使った飛行機のソフィアと同じくらいになっているのを見るとわかると思いますまた0.85メートルと最も小さなスピッツァー宇宙望遠鏡が地上の8メートルのジェミニ望遠鏡よりも2桁近くも良い感度を持っていました ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はこのスピッツァー宇宙望遠鏡の感度をさらに2桁近くも改善しますただしジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡でも5ミクロンよりも長い波長になってくると望遠鏡の冷却温度の効果が効いてきてどんどん感度が悪くなっていきます例えば一番右側の30ミクロンあたりでは近々に冷やしていた0.85メートルのスピッツァー 宇宙望遠鏡よりも数倍ほど感度が良くくなるくらいです宇宙で最も最初にできた星や銀河の観測を考えた場合はこの緑とピンクの網掛けの部分の感度が重要になってきます最も遠い天体を探すためには宇宙の膨張に従ってどんどん赤く見える天体を探す必要がありますどれくらい赤いところを見る必要があるかというと現在のビッグバンモデルでは 数ミクロンくらいのあたりですちょうどハッブルとスピッツァー宇宙望遠鏡をつなぎ合わせるような波長帯ですなのでこれまではハッブルとスピッツァー宇宙望遠鏡の2つを使ってこのように遠方の赤く見える銀河を探査してきましたがジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡1台で探すことができそうです遠方の銀河を探査するために複数の新宇宙サーベイが計画されています 実際のの観測の開始が楽しみですね。この動画をご覧になって面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。